赤やピンク、さらにグラデーションのバラも。松江市八塚町の有志園では今月上旬にボタンの花が見ごろを終え、今はバラの花が咲き誇っています。こちらは展示するバラを選んだ凪良桜子さんです。凪良さんは出雲市出身で、現在パリを拠点に活動するバラの専門家。世界で最も伝統のあるフランスの品評会で審査員を務めるほどのバラのスペシャリストです。会場にはそんな凪良さんの選んだバラ100品種が展示されています。ずらりと一堂にバラを並べるという機会は日本でもなかなかないので、全体を眺めていただいて、そういったバリエーションを楽しんでいただくというのも一つだと思います。こちらはニューサ、白い小さな花が一重に咲く、どこか野バラを感じさせる可愛らしいバラです。またこちらはブルーグラビティ、最も青に近いバラの一つで、特に曇りや日陰では青く感じるように咲いています。訪れた人はバラの香りを楽しんだり、お気に入りのバラの写真を撮ったりしていました。私の若い時に似てるですよね、はい、撮ってください。はい、はい、可愛いって言ってたね。いろいろ種類があるんでね、いいも素敵ですね、うん、癒されます。今が見ごろのバラの花、バラの展示会は松江市の有志園で来月4日まで開かれています。